ポケモンシルエットクイズ、このポケモンは何でしょう？電気で筋肉を刺激して素早く動くことができるポケモンです。筋肉痛になったとしても電気でこちらも直しちゃいます。答えは動画の最後です。こんにちは、ダイスです。今回はポケモンソードシールドやっていきましょう。今日はザシアンと一緒にカレー作りに行こうと思います。現在のカレー図鑑がもうすぐ100種類になりそうなんですよね。なので今回はカレーを作って図鑑を埋める回にしようと思います。どこで作ろうかはいつも迷うんですが、どうしようかな。今日はここ9番の道路のところで作ろうと思います。一枠開けてカレーで寄ってくるポケモンが来てくれるようにしようと思います。今2枠空いてるのでこれでキャンプしましょう。で今ねちょうど色違いのザシアンとザマゼンタ、あとは白い色違いゼラオラと無限ダイナを入れてる状態です。みんな体が大きめですねではカレー図鑑を見ていきましょう。現在94種類、あと6種類で埋まります。長かったですね、100まで。すごく長かったです。何からやったらいいかな。なんか多分なんですけど食材系はね結構使ったんじゃないかなと思うんですが、そんなことないのかな。一応ハンバーグまではできてる感じですよね。材料とりあえずチェックしましょう。あ、ボブの缶詰、いや並び替えしないと、あ間違った、ダメかな。種類でいいですよね。ハンバーグが一番下だから結構作ってますよね。あ、モーモーチーズっていうの初めてゲットしてる。え、これで作りましょう。多分図鑑にないと思います。ソード限定のやつなのかな。え、なんでないんだろう。とりあえず作ってみますか。モーモーチーズ、スパイスセットの上なんだ。初めて。1個しかない1個しかない。じゃあモモンの実を入れて普通のができるように作ってみましょう。これなんだろう、ソード限定な気がするんですけど違うのかな。私今遊んでるのシールドなので、ソード限定のものってインターネット通信してる時に誰かからもらうとか、前にね缶詰系とかは期間限定のイベントでソードシールドどちらもお互いのやつがね出やすくなってたと思うんですけど、そこでねゲットしたのもあります。モーモーチーズは多分最近ゲットしたやつだと思うんですけど違うかな。とりあえず混ぜて作ってみたいと思います。これ何ができるのか私分かってないちなみになんですけどカレー図鑑をねずっとサボってたのでソード側って作ってないんですよ。全種類を作ってるわけじゃないので初めて作る。何、チーズカレーとかできるのかな。モーモーチーズ、あ、ちなみに私自分でカレー作るときはチーズ入れます。あ、すごい、チーズまみれだって。美味しそう、甘口チーズまみれカレー。これ初めてですか。初めてですよね。ニューだと思う。ニューですね。大王道級になってる。あ、誰もいない来てくれなかったか。この辺出る可能性があるんですけどね、ちょっと確認しましょう。え、どこに入るの、カレー図鑑。お、これは前に作ったやつですよね。あ、あったあった、一種類だけ。食材これ初めて使いました。今まで1個もゲットしてなかったのに他のもちょっと確認しましょう。あれ、バッグの缶詰って作ってるのかな。いや作ってますよね多分。尻尾の燻製をあまり使ってないかも。ちょっと確認、尻尾の燻製、尻尾の燻製、食材のところを見てると出てきますよね。あ、ない。お、尻尾の燻製いいんじゃないですか。使
ってないですよね。お、見つけた。料理を始める、尻尾の燻製使いましょう。ヤドンの尻尾ですよね多分。これ書いてありましたね、キャンプの料理に使う食材の一種類、ポケモンヤドンの尻尾を抜けてもすぐに生え変わる。これた、あの高級食材じゃなかったっけ。違いましたっけ。ヤドンの尻尾、モモンの実で作ってみます。なんだろう、尻尾カレー、イメージが全然わかんないんですけど、作りましょう。なんかあの大きいサイズのやつが作りたいので、後で実を入れてきてもいいかもしれないですね。多分ザシエンザマゼンタはあの M サイズって言ったらいいのかな、通常のサイズのカレーが出来上がると思うんで、あのミオを入れてきて大盛りができるようにしてもう一回作ってみたいと思います。意外とレアなんですよね大きいやつ。ちっちゃいやつもレアだと思うんですけど、まあ、個人的にはね大きい方がなんかかっこいいなと思うので。大きな大皿のカレーがねできるように、最近はねずっと実を入れてたんですけど、今日は抜いてるので通常の大きさになっちゃってますね。ほい、一応なんか飛び散っちゃってるけど、魔法ミルキューとかはできるんじゃないかな。どうかな、甘口、あ、すごい、何これ、甘口炙りテールカレー初めて見た。大きくないですか、え、燻製ってこんなに大きいの。カレーからはみ出してるんですけど、アマホミルキューできました。ちょっと一回やめてミュー入れましょう。大盛りだとどうなるんだろう、あ、間違えました、ポケモンにしてミュウを連れてきて一番前に置こうと思います。今どこにいるかな、ミュウ最近中に入れちゃってたから、あ、いた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 。でこの子をザシアのところにして、これで作ってみましょう、もう一個テールカレー。なんか辛口でも何でもいいから今のと違うのがいいですよね。テールカレーを探せ、いた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 。甘口を作ってあるから甘口以外で作りましょう。すごいな、尻尾の燻製こんなにいっぱい持ってるのに作ったことがなかったの、ちょっと自分でもびっくりです。あ、ひめりの実、オレン、キー、ラム、オボン、ウイ、渋みのやつでやってみますか。とりあえず大盛りが見てみたいので作ってみたいと思います。あ、ヤドンの燻製をちゃんと使っていけば100種類までなんか楽にできそうですね、嬉しい。でもなんか全種類食材は全部使ってカレー作りたいですよね。100は一応ですね、もらえるものがあるので100だけは絶対作ろうと思って始めたんですが、全部の種類ってもっと多いんですよね。いけるかな、いけるかな。大盛りテールカレーってどんな感じなんでしょう。デコレーションカレーとかだとピカチュウの柄が出たりとかするんですけど、テールでしょ、ヤドンになったりとかしないですよねさすがに。見たことないからあれなんですけど、大盛りって結構イメージ違ったりするのが多いのですごく楽しみです。これで大盛りができるはず。もりもり大盛りのテールカレーはどういう風な感じなんでしょう。さっきのは大きかったけど、あ、すごい、何個もある。え、何個使ってるの。 1,2,3,3 個、ヤドンのヤドンの尻尾3個、ミュウはペロって食べちゃうってことですよね。すごいな。あの、3匹分のヤドンの尻尾を今食べましたよ。お、大王道級できた。渋口炙りテールカレー。そして、来てくれたポケモンはいないか。残念。一応これで結構今日進めましたね。すごく嬉しい。97種類。嬉しい。あ、1個も作ってないんだ。カレー。かぶっちゃうんですけど、1個作りましょう。これなんか見たことなかった。レトルトカレーを使って、まあ何でもいいんですけど、
ミューだったらもうあの L サイズっていうんですかね、大盛りカレーになるのでやってみましょう。大盛りのやつって多分ケーキみたいになってるのかな、どうなんだろう、はい、それだけはしたいな。はい、じゃあまだね、ミューがきっと食べてくれる。わ、でかい、かわいい。もっと早く作ればよかった。こんなにかわいいんだ。イーブイとピカチュウになってます。へー、意外とね、ポケモンによってあのサイズが違うので、大盛りってレアだったりするんですよね。これは嬉しいな。ありがとう、ミュウ、いっぱい食べてもらいました。はい、残念ながら今日はカレーのポケモン出てきてくれてませんでしたが、カレー図鑑はね、97種類まで増えましたので、100までまたもう少しになりました。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。今回の動画のポケモンシルエットクイズの答えはライボルトでした。それではまた、 See you!